Thank you.
Thank you.
知やバンドを伝える私たち人をはじめ、鳴き声で仲間と交信している生き物にとって音はコミュニケーションのための道具でもあります。生物の中には音を別の目的に利用されているものもいます。視界が利かない暗闇や深い海の中で鳴き声の反響で周囲を探っているのがイルカの仲間です。今日は皆様と一緒に音に焦点を当てながらイルカたちの生態について探っていきましょう。ベルーガサイエンスシリーズの始まりです。柔らかい体の中でも特に柔らかいのが骨です。
万が一岩や埃などの硬くて掘った障害物にぶつかってしまっても、柔らかい脂肪のクッションの役割を果たして怪我をしにくくしているのも考えられています。それでは今度はダンプに代わって別のベルーガにもダイバーの元へとやってきてもらいましょう。さあ今度は冒頭にも紹介しましたこのものベルーガ、水がやってきてくれました。さあところで皆様はベルーガの花どこにあるか知っていますか？私たち人は顔の真ん中に鼻がありますが、実はベルーガの鼻は頭のてっぺんにあります。今水が頭の上のあたりから空気をたくさん吐き出していましたが、この部分がベルーガたちの鼻の穴です。私たちと同じ肺呼吸で生活をしているので、呼吸をするときには水面まで上がり、鼻の穴を水面から出して呼吸をしているんです。さらにベルーガたち、口の周りの筋肉もよく発達しているので、水を吐き出したり吸い込んだりすることができるんです。今日は水の代わりにライバーから空気をもらうようです。空気を吐き出す様子を見てみましょう。さあもらった空気吐き出してみててくれました。皆様見えましたでしょうか？さあもう一度見ててくれるようです。今一度水の口元にご注目ください。さあこのように異様に吐き出す様子を見せてくれましたね。このように口を勢いよく閉じることにより水流を作り出すことができます。では今度は反対に吸い込む様子も見ていきましょう。今度はダイバーの取り出す餌の魚を器用に吸い込んで食べています。でしたが皆様見えましたでしょうか？さあもう一度見てみましょう。餌の魚を探して見つけると一瞬にして口の中へと餌が消えていきました。ベルーガたちにも歯は生えていますが、このように吸い込んだ餌は噛まずに丸飲みです。自然界でもこの口の動きを利用して、まずは水を吐き出し、海底にある砂を巻き上げて、その中に隠れる餌の魚などを見つけ出します。餌を見つけると先ほどのように吸い込んで噛まずに丸飲みにして食べて、画面の左手側から右手側へと向かって音が高くなっていきます。さあ今画面の広い範囲で波形が動いていましたが、これが実際にベルーガたちがプールの中で使っている音です。なお私たち人の耳には左側にある20キロヘルツ付近までの低い範囲のまでを聞き取ることができます。ですので先ほどから反応している画面の真ん中あたりの音は、私たち人の耳では音は聞こえてきません。そして今一番左手側、波形が継続的に動いている部分もありますが、これは私が話している声が実際に波形として現れているものです。先ほどからご覧いただいているように、ベルーガたちは非常に幅広い範囲の音を使いながら生活をしています。中には私たちにも聞こえるような範囲の音もありますが、ベルーガたちが特に敏感に聞き取っているのは、私たちには聞こえない100キロヘルツ付近のとても高い音です。イルカの仲間が持つ特殊能力にも、この100キロヘルツ付近、超音波と呼ばれる非常に高い音が主に使われていると考えられているんです。それでは今日は実際にその音を使う様子を見ていきましょう。これから使うのはこちらのベルーガ専用の目隠しです。これからダイバーのもので、ベルーガの目にはこちらの目隠しを取り付けてもらい、ベルーガに目が見えない状態になってもらいます。目隠しを取り付け、何も見えなくなった状態で、ベルーガにはこの後プールの中に用意される障害物に挑戦してもらいたいと思います。果たしてベルーガは目隠しをした状態で障害物を避けることはできるのでしょうか？映像画面ではベルーガが発する音も同時に表示しますので、ベルーガの動きと合わせてご覧ください。さあ準備が整ったようです。ダイバーの合図でベルーガがスタートします。まずはこちらのワード障害物に挑戦です。スタートのとこにたくさんの音が使われています。
輪の弾道を切り横にくぐり抜けています。そして再びダイバーの元へとスムーズに戻ることができました。今度はさらに輪の数を増やしていきましょう。続いて2つの輪に挑戦です。今回もダイバーの合図でスタート。スタートとともに広い範囲の音が使われました。2つに増えた輪の中も器用にくぐり抜け、ライバーの元へと戻っていきます。さあ、このようにベルーが何も見えていない状態にもかかわらず障害物を器用に抜けて泳ぐことができました。またそれ以外にこちらの撮影画面では広い範囲で音が使われていた様子も皆様にご覧いただけたらと思います。水中スピーカーからナットへと届けられやってきました。ナットの